初期知り合い、アミキシです。はい、ということで今回の動画を撮っていくんですけども、今回はね、まあ、コメントでもいただいた、ボムバルのレベル15をレベルにするね、優先順位、話していこうかなって思います。まあ、これはね、ほんと正解とかじゃなくて、個人的なね、意見だから、まあ、参考程度にしてくれたらいいなって思うんですけども、まあ、今回ね、ちょっとこのマスケが15レベルにね、今ブーストで、シーズン強化か、カードとして、レベル15になってるんだけど、これは14だとね、絶対に上げた方がいいから、マスケがね、最優先順位ですね。まあ、今シーズンは別に、来シーズン溜まるとかだったらね、それか、まあ、このレベル15が解禁された時、この、レートの方でも、に15にしとけばいいかなって感じだから、急ぐ必要はないと思うけど、まあ、ボンバルの中での優先順位で言ったら、マスケは絶対ですね。5でやられちゃうのがちょっと痛すぎるんでね。マスケでしょ？で、2番目が、ちょっと悩んだんだけど、まあ、アイゴレかな。アイゴレもね、レベル差があるとね、コウモリをね、爆破で処理できなかったりしちゃうんで、それがちょっとね、あのスケラ防衛とかも、スケルトンも確か残んのかな。それはちょっと、さすがに残んないかな。わかんないけど。意外とね、アイゴレのレベルは大事でもあるから、アイゴレ2番目かな。で、バルーン上げて、ディガー上げて、って感じで、このね、下の、ボムタワー、雪玉、タルババ、まあ、ここはちょっとね、結構、好みかなって感じなんだけど、まあ、スケルトンは 2.9 のバルーン使う上でに、あの、スケルトンをね、使ってる人だったら別に優先順位はそこまで高くないかな。ゴブリンとかだと、レベルね、ちゃんとあった方が強かったりするけど、まあ、スケだと、スケルトン最後にして、まあ、ボム、雪、タルの順にしてるけど、まあ、別に雪、ボム、タルでも、雪、タル、ボムでも、もう何でもいいかな、この3個は。そんな変わんないと思う。まあ、俺は、なんかわかんないけど、雪玉上げてるね。ちょっとなんでかわかんないけど、まあ基本的にはこの順番で良さそうだね。マスケ、アイゴレ、バルーン、ディガー、ボムタワー、雪玉、タルババ、スケルトン。タルは確かバレるね。14でも処理できるんでね、1個差だと。だからこの順位にしてる。ちょ、処理できなかったら申し訳ない。個人的にはこんな感じかな。ちょっとね、みんなのね、意見も聞きたいからコメントで書いてくれたら嬉しいです。で、マルチやっていくんだけど、あのね、このレートの方じゃなくてトラゲの方9000行きました。これちょっとね、動画撮ってなかったんだけど、9000ね、普通に行けましたね。なんか前の動画で85まで確かやったんだけど、あの後何回かとか回してて、あんま、87の辺でね、2、3回は確か負けちゃったんだけど、それ以外はね、基本的には勝って、って感じですね。で、TB にもね、乗りましたね、久しぶりに。ちょっと、神相性だったから、あれだったんですけど、あ、もう消えてんのかな？あ、ありますね。このね、ホグクエイク。で、レベルが全部ね、相手がほとんど14だったから、これはラッキーですね。これ別に見ない。一応ね、まあ、勝ったんですけど、間違えておっしゃった。まあ、一応結果だけ出しとくか。そう、勝ちでね。これで、久しぶりに TB 乗って、って感じですね。ということで今日はレート行きたいと思います。青瓶で、そうだな、まあ、今日は3戦ぐらいにしようか。そんなに長くやる、あれもないんでね。で、今期な、ロングっすね。ロングで、お、やばい、初手からめっちゃ来た。まあ、これはいいや。ロングね、まあ、頑張りたいですね。てか、トロじゃねえや。レベル上げの順番、どうなんだろう。まあ、結構割とね、まあ、マスケはさ、絶対だと思うよ。多分みんな、誰に聞いてもマスケは、さすがにね、一番優先でしょってなると思うんだよね。いや、すごいな。めっちゃ来るやん、この人。えぐいって。すごいっすね、マジで。いや、OSP 優秀すぎん、それ。ただこれ相手さ、このマスケ打つ年そうじゃない？あ、これあれですね。前シーズン流行った。ロケコの、打っただけのやつですね。これ相手ロケコ進化してたっけ今。ただコウモリ来てくれてたから、ここ一回ね、バルーン行きましょう。デボール来てもスケルトンあるんで、よくて、あ、これ釣れないっすね。なのでコウモリ、おー、うまい、その強制。いや、これさ、たまにあるよね。まあ、逆にね、あの、コウモリのせいで施設置いてても釣れないとかもあるんでね。コウモリはちょっと、いまいちまだね、分かってない。さあ、これは、いや、ここさ、これだいぶね、アド取れるから、ここで回してバルーン行くのはまあありだけど、この対面確かめっちゃきついんだよね。なんかね、リアンさんの動画俺見たんだけど、
前シーズンのあのリプレイ解説、まあ、あの人バケモンだからさ、めちゃめちゃ高い順位取ってたけど、これね、なんかバルーンはね基本的には通らないって言ってたね。あ、でもこれ進化してないからまた話変わってくるな。あ、これはもう相手が逆に止まんないですね。これ樽まで行っても良さそうだけどね。いや、まあここはいいや、これ我慢っすね。いや、ワンチャン、いや、まあまあいいや、ここはね、ここはいい、アド取りましょう。これでこれアド取ってるんで、まあ、マスキこっちでもいいんだけど、左でもね別にそんないいかな、変わんないかな。オッケー、これ美味しいね。いや、ここでだいぶねアドが回収できる。いや、美味しい、それマジで美味しい。スケルトンでカバーできるし、いやー、マジ熱い。で、ここは進化スケ回ってきましたね。いや、こここそね雪玉で読んでもいいな。ここでしょ、来る。オッケーオッケー、完璧。そう、こういうのをねすればまあ勝てるけど、だただね、入んないんだ今ので。進化ロケコがねマジで強いからね、あいつやばいからな、本当にせこいからな、あの強さで。これボムタワーが強くて、で、ここは逆サイドにねこの攻めしてあげて、いや、これがマジ強いんよな。さあ、このねスケルトンがさ、さすがに入んないけど、マスキがねいい感じに処理してくれてて、相手はこっちも構わなきゃいけなくて、さあ、どっちもね構ってる隙にもう一体バルーンが出てきてみたいな。これちょっと雪の遅れたわ、さあ、よく、いや、まあまあまあ、待って、これ低いかも、釣れる？ OK OK OK。 まあでも進化なしでこれだから、進化ありだとねやっぱ相当きついなって感じするよな、このこれ見てると。そう、このねこのロケコで進化だった場合ね、めちゃめちゃ削られるからね、本当に1000ぐらい余裕でいくからな。ちょっと外れてるわ。ただこれは、いやー、なんか耐えてきますね。まあ、でもこんだけダメアド取れたらね、基本的にはもう負けないかな。さあ、両サイドね来たけど、まあこれは別に放置でいいな。さあ、ここで、いやー、強いね。さあ、マスキをね生かす感じでと思ったけど、釣れない。いやー、これまた釣れないっすね。これコウモリで、いや、これはGG、さすがに勝ったなーいや、進化ロケコじゃないとね、まあ楽なんだけど、進化してるとな、本当に話変わってくるからね。進化ロケコが一番やばいかな、個人的には。前シーズンやってて思ったけど、まあロイジャイよりは進化ロケコがぶっ壊れてるかなって感じするよね。いや、またか。今期ね白域も進化来てるから、白域ちょっとな試してみたいなってのはあるんですけど、クラノアパス買えばね、まあ、いけるんだけど、1900円でしょ、2000円ぐらい、ちょっとなーって感じするよね。なんか今のクラロワに課金はなーって感じがねしちゃうんよな俺。まあでもお得なのは間違いないですね、その薄液を使ってる人たちからしたら。いや、これさ、なんか遅れたけどさ、ワンチャンつけていいよね。どう、タゲが、あー、でかい。いや、これコウモリいきますね。読んでもいいな、読んでってか、まあ見てからだけど、これはちょっと打つの遅かったけど、採用。これで爆破が入って、いや、ここもう一周行ってもいいかなって気はするね。単体でちょっと行ってみますか。まあロケコと適当に守られる気はするんだけど、ロケコアイスピでボムタワー回ってみたいな感じで受けられそうだけど、あー、回ってるわ。まあでもね、でも全然いい、これキンキできるしね。さあ、その体力にでも早めにねユニット出しとけば打ってくれるから、キング起動ができる。いや、ロケコの弱点はこれよな、キンキされやすいっていうね。さあ、これちょっといきなり打つの怖いけど、打っちゃいましょう、ゴブリンしかないんでね。さあ、タワー入ってる、でかいよ。アイゴレのパフでゴブリンも消すと、いや、熱い。さあ、ここで進化スケルトンが出てきて、いや、これバルーンでタゲ取ろう。これね、ちょっとはみ出てくれると思うんで、タゲ取ってあげて、いや、それでもさ、相手さ、打っとき、あ、でもコウモリ強えか、これは。あ、オッケー、打っときった。え、スケルトンはみ出てる。うわ、さすがにか。いや、今のね、はみ出とスケルトンで、もしタワー殴ったらね、相手終わりなんでね。いや、スケルトンマジで、夢はあるんだよな、こいつ。夢はあるんだけど、通すのがめちゃくちゃむずい。
や、これ当ててきたのちょっとめんどくさい。で、また進化してないし、その分もね、釣れないから、ただまたね、強制される。いや、その強制いいな、さっきから。さっきのアイテムもそうだったけど。ちょいだるですね。さ、ディガーくんのうまいけど、拾ってる。いや、ロケホうざいね。鬱陶しいっすね。樽で処理しちゃうか。いや、これかぶったのでかい。熱すぎ。まあ、結構、これはほんと、基本的にね、こんな感じの攻めでいいと思う。出してるだけ、みたいな感じになるんだけど。え、待って、うまくない？その、ISP でルート強制できるん？バルーンって。知らないって、その情報。いや、相手のなんか、攻めてくる感じめっちゃいいな。すごい嫌だ。さあ、これは、竹取って。いや、それは美味しい。いや、これ元釣れないじゃん。でも、アイスピレ元強制的なしてくるん？いや、これコウモリだ。さすがにコウモリ来る。さあ、来ないけど、あ、来たけど、GG っすね、これは。いやー、これな、ちょっと進化当たりたいけど、まだね、青瓶だからね。そんなに、進化してる方とかも少ないっすね。さあ、受け取って、あと2000ぐらいって終わりにしますか。今日はちょっと短めでね。で、また展開行ったら動画撮ろうかなーって感じですね。展開行くまででも、まあワンチャンね、上げてもいいけど。これ、マスケの方来そうだな。ですよね。いやー、殴られちゃった。しかも1体外してるっていうね。いやー、ただの芝雪なました。さあ、ホグと。いや、美味しいなそれ。トムターがマジでね、マッチョだからね、こいつ。強すぎるからね。いや、強い強い強い。ホグコウモリ来ても、4コスで完封と。熱いねこれ、バルーン行きますか。ちょっと、怖いけど。まあ、雪生だけ回しとけば、と思ったけど、回ってこないね。まあ、でも。いや、ちょっとこれね、やりすぎだわ。一旦ね、一旦我慢。我慢も大事。いやー、だるい。いや、これ、アイゴレ切んのマジ怖えなエリババ、バルキリーでしょ？ホグでしょ？いや、ちょっと怖いっすね。今の攻めは、雑すぎた。ちょっとだけ。まあでもね、一周目のバルーンは正直ね、相手の対空把握みたいなところもあるから、そんな問題ない。これでね、次相手がバルーンに対して守るカードがね、もうわかるんでね。さあ、これは一回釣ってあげて、さあ、ホグ来たら、いや、待って、これ怪しいわ。釣れない？あ、釣れるんだ。いや、いいね。オッケー。いや、これ、ちょっと見極め大事だけど、オッケーオッケー。それ切ってたら、相手これ、コウモリしかなくない？エレキかな？さあ、ここ、コウモリ来る。いや、ゴブリンか。ゴブリンだったら、タルだったな。で、コウモリか。あー、タルからの雪玉だったら、完璧だったっすね、今の。もったいない。ここな、イーババ攻めとか来てくれたら、ガチ激アツなんだけど。さすがに来ない。エレキは？さあ、来た。エレキ来てくれたら、タルでね、タルと、リガーで突破できるんで。で、ここでエリババが来ても、進化スケルトンがいるから、まあ、結構守れるよねって感じですね。いや、いいね、マジで。ああ、なるほどね。さあ、これは、釣ってあげて、進化スケマジで。やっぱ出た。このバルーン俺たまにやっちゃうよな。持ちミスで。持ち間違いか。たまにあるよな、本当に。これさ、ワンチャンバグるないスケルトン。うわ、ねえわ。あ、でもこれ、美味しい、このロケコ。マスケ強。えぐい、マスケ。最強やん、マジで。マスキの進化とか来たら絶対やべえよな。なんかもう、出る前からわかるもんな。ぶっ壊れ確定って。どう考えても強いだろうな。さあ、これはもうバルン行って、まあ、雪構えるか。まあ、ディガーだな。ディガー行って、レッキ来たら雪打って、みたいな。まあ、諦めっすね。いや、進化スケルトンがうまく使えてはないんだけど、生かせてはないけどね。まあ別に、無理にね、生かそうとしても変な立ち前になっちゃうから、たまにバグったらいいなぐらいでね、使うといいね。いや、スケルトンの強さはちょうどいいと思うんだよな。まあちょっと弱すぎるけど、このさ、事故った時に相手終わりみたいな。こういうのがいいよね。ロケコとかさ、まあロイジャイは、
まあ、ロイジャーちょっと難しいけど、その高回転ロイとかね、あとはロケコは割と出したらね、仕事してくれるから、出し毒みたいなところあるんでね、回ってきたら。それはね、ちょっと強すぎるよな。まあロケ砲だな、めちゃくちゃ強いのは本当に。あいつはやばいっすね。マジアチャみたいな使い方してくるからね、もう今では。端前ロケ、進化ロケコでトルネ打たれたら、端前だけでね、その一発だけでも700とか入ってくるから、ちょっとな、あれは、早く下方来てほしいね。これちょっとな、まあ、バルーン行ってもいいんだけど、いや、これ行きましょう。これさすがにね、行ってあげて、リガクルでしょ？オッケーオッケー。これ被ったな、ついね。いや、これ、ちょ、その位置ならライゴルでいいや。雪ラム打とうかなって思ったけど、雪ね、できればまあ、攻めで使った方がいいんでね。俺はだいぶ入るんじゃない？さあ、爆破当たった。いや、いいな、その ISP。ただ、このね、マスケで、ロケコで、キンキできるんでね。キング起動できんのほんといいよな、でも。熱いね。でかい、これは。で、ゴブリンが来てもいいようにね、逆サイに飛ばしてあげて、さあ、そしたらマスケ入るけど、まあ、無視か、さすがにね。いや、めっちゃいい許容された。あ、うまい、それ。手前？いや、手前めっちゃうまいわ。さあ、ここは雪ラム打ってあげて、守っていくと。さあ、進化スキー来ましたね。進化スキー生かして、これ最後で終わらせたいね。最後の試合だから、いい感じにね、生かしていきたいけど。さあ、ロケ砲来ました。これちょっとマジで、どっちも生かす感じでいきたいね。あ、まあ、そっちのね、そっちのあれは死んじゃったってか、やられちゃったんで、この右のね、スケルトンを刺したいね、俺は。いやー、ロケコマジか、それ。いやー、ロケ砲が！あ、まあまあ、でも、ウッド切らせたんでね。そこまで切ってくれんならって感じよな、今のは。いやー、このなー、ロケコがマジでやばいよね。さあ、これは処理できたと。あぶね、雪玉持ってた。まあ、これはさすがにだなー、でも。さあ、処理してあげて、ボム読んであげて、マスキが生きてて、コウモリにも、飛ばしてあげて、もう一周バネ行きたいね、これ。いや、でも相手の防衛うまいね。ただこれがマスケが入ると。ウォールブレイカーワンチャン来るね、ここ。いやー、そうだよね。これちょっとここに置くか。むずいっすね、これ。進化ロケ来んのかな？いや、来ないか。さっきやられたのあれ。いつのやつだ？ずっと延命されてたっけって思ったけど。あー、まあ、あとね。進化来ましたね。いや、逆サイ行ってほしいけど、逆サイの方が削られてんのか、俺。ただ、ディガーが入ってるね。いやー、これ絶対来るね。いや、こいつなー、ほんと逆サイ削ってくんのだけがなー、えぐいんよな、やっぱ。冷静にやばいよな。さあ、これはタゲだけ取ってるんで、まあ、抑えていくと。ただ、とはいえですね。とはいえだな、ほんとに。めんどくさいね。いやー、なんか雪玉打つ必要ない気してきたね、これ。もうちょい、なんか刺せるタイミングが来たら、と思ったけど、ここはもうね、ディガーでロケ砲来ると思うんだけど、削っていこう、ディガー削り。オッケーオッケーオッケー。で、ゴブリン当てるでしょ？で、コウモリ来るけど、ここは放置してあげて、ここをマスケでね、回収して、いや、めっちゃいいんじゃない？あー、それうまい。さ、ただ、とはいえ、でここでね、かぶせてあげて、またね、ディガー削り。いや、それオッケー。コウモリ切ったら、まあ、ボム来るけど、さあ、いいね、これは。いや、これは来たでしょ。さすがにだな。回ったか、でも。早いな、本当に。回転が早すぎる。さあ、これはさすがにタルト。バルーンの爆破で、死ぬと思ったけど処理できないんだ。やば。強すぎ、強すぎ、強すぎ。いや、待って、ワンチャン負けるやん。いや、こういうことなんよな。マジでさ、これずるよな。やってることえぐいもんな。あれでダメージこんなになるって感じだな。なんでってなるもんな。さあ、これは、まあ危ないですね。ギリギリ。いや、マジでさ、あののけこやな。これ見てください。この端前ね。今来てたけど、多分これ撃たれてたら俺負けてたからね。いや、進化ロケコマジで、化け物だからね。怖すぎるから。気をつけたい。気をつけてくださいっていうのは変だけど。
まあ注意してね、それは。ということで、今日はこんな感じで終わろうかなって思います。ちょっとね、レートが低かったから。あ、でも最後の人うまかったっすね。まあ順番的には、まあ、レベル上げのね、順番的にはマスケアイゴレ、バルンディガー、ボム、ユキ、タルスケ。まあ、ユキ、ボム、タルスケ。まあここは何でもいいんでね。上の4つは俺はこんな感じですね。ということで、みんなもね、コメントで書いてくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価とコメントお待ちしております。バイバイ。